きますよ。えい。今回のテーマは感電です。突然ですけど皆さん、車やバイクに乗られていて感電されたことありますでしょうか。まあ、感電って何って言いますと、まあ、体に電気が流れてビリビリビリっとちょっと痛いとか腕がしびれたとか、まあ、最悪の場合は死に至る、ね、感電死して雷に打たれるのもまあ感電ですよね。早い話は、まあ、そういう経験はあるでしょうか。まあ、ほとんどないと答えるんでしょうけども、以前ボディアースの動画を出させていただきました。その動画でですね、プラスの線、これプラスなんですけど、プラスの線は各いろんな動く固有電装品に入ってるんですが、マイナスというこのマイナスっていうのはこの線をたどると車の車体に接続されているように、この鉄である車体そのものがマイナスの電気をの配線の役割をしているという説明をしました。でその時ですね、視聴者さんの方からマイナスの電気が車体に流れているのになぜ私たちは感電しないんですかという質問がありました。まあ、その他にもですね、私よくあの実験で分かりやすく説明するために簡易的な回路を作って説明するんですけども、その時もあの配線そのまま皮膚むいたりネジネジしたりして、それを見て感電しないんですかという方もいらっしゃいました。確かに言われてみればそんな感じがしますよね。ちょっとその感電という部分に注目してみたいと思います。でまずさっき言った通り、車のプラスの線はまず何かしらの電気が作動するようなところに行ってますが、マイナスの線がこのまま車体のこの鉄の部分がマイナス、これ全部マイナスです、これもマイナス、マイナス通れるようなところなんですけどもになってると言いました。これはバイクだけではなくて車も見てみましょう。プラスはここに来てて、このプラスの線っていうのは基本的にこの何かしらのこういう被覆の中に入っていて、これもガードされてますよね、見えません。でもマイナスの線っていうのはまずこのオープンになっていて、ずっと辿っていくと、まあ、車の至るところに、ちょっと今ここ一例なんですけども、ここですね、これボディになんか配線が接続されてますよね。これがアースの線です。これ車の至るところに ありまして、要は車の後ろの方からずっとボディのこのボディを伝わって、今みたいなところからこのマイナスの線に来て集合しているというわけです。じゃあ今のことから分かるように、私たちは車のいろんな鉄の部分触れます。こういうとこであったり、鍵ないか、キーシリンダーのところであったり、まあ、いろんなちょっとカバーされてて見えないんですが、中にはねこういうカバーあまりない車とかもあって、こういう金属部分必ずどこかしら出てるところがあります。このどこかしら出てる部分に触れてる可能性はあるわけです。こういうとこもですね、ほらこういうところに触れる可能性はあるわけです。これをじゃあもう少し分かりやすく、またいつもの回路としてちょっと作ってみます。はい、というわけでいつものような簡単な回路を作りました。バッテリーのプラスがあって、ヒューズあって、電装品があってマイナスという感じなんですけども、ちょっといつもと違うところがあります。この線ピカピカしてますよね。これあの普通のこの配線のゴムで絶縁であるゴム、この赤とか黒のゴムを全部カッターで剥ぎ取りました。なんでここは今もう電気が思いっきり通るのが、触ったら感電するような世界なんですが、まあ、これでちょっと裸の電線を使って説明したいと思います。本当に思いっきり簡単な回路です。まあ、ただ豆電球をつないだ乾電池と一緒ですね。これにヒューズを入れると、まあ、もちろん転送品が点灯します。で、まあ、これが自分の車やバイクだと仮定します。車やバイクが動いてます。ですがさっきの説明の通り、本来であればこのプラスの線っていうのは私たちは触れることができません。触れることがないんですよ。で触れることがあるとはこっちのマイナスの線ですね。これは車のボディやバイクのフレームであったり、まあ重機の車体であったりになっているので、こちらには触れることができます。じゃあ触れることができたら一体どういうことか、電圧計を使って見てみますね。電圧計、これ前にちょっと使い方も説明したので知らない方は見ていただければいいんですけど、この電圧計のプラスとマイナス、これをプラスを赤、
マイナスを黒にすると今のバッテリーの電気が出ます。 11.27、 これはボルトですね、電圧 11.27 ボルト。つまり今このバッテリーのプラスとマイナスの間には、まあこれ12ボルトバッテリーなんでおよそ12ボルトがかかっているということです。でここからの本題なんですが、私たちが普段触れるボディのマイナス、私たちは普段マイナスにしか触れることがありません。マイナスとマイナスにやってもメーターはゼロなんですね。電圧は来ないんです。逆にプラスと、こっち側がプラスの線なんですけども、プラスとマイナスであれば、ほらプラスとマイナスであればちゃんとバッテリーと同じ電気が来るんです。つまりこの状態になって初めて電気が流れるんです。私たちは普段こっちしか触れません、乗っている時は。車をやバイクなどの機械を触っている時はこっちにしか触れる機械がありません。こっちのプラスの電気っていうのは基本的に隠れてます。隠れているので触ることができません。こういう検電テスターでも調べられるんですが、プラスの電気を触った状態であればマイナスと同時に触れると電気が流れるんですよ。これはどこであってもです。バッテリーターミナルを触れていても電気は流れるし、この車、例えば車室内の、シガーソケットの裏に来ているプラスの電気、ここに触れても電気は流れるんです。つまりプラスの電気とマイナスの電気を両方一緒に触らないとそもそも電気が流れないんです。車やバイクは基本的にこっちしか触れません。こっちとこっちをいくら触っても自分には電気が来ないんです。これがまず感電しない一つの理由です。じゃあもう一つ、仮に何かしらの拍子でプラスの電気の線がどこかにはみ出ていたと、まあ、車の中で言えばシガーソケットのシガーライターの真ん中を抜いて本当の真ん中の一番奥、あそこはプラスの電気が来ているところです。あそこと車のボディをもし触ってしまいましたって言った時、さっきのあれでいけば電気は流れるはずですよね。ピッてやってピッてやれば電気流れます。じゃあもし間違ってそんな状態になって人間が触ってしまいました、どうなるでしょう。じゃんじゃーん、ピッピッ、あれ実は何ともないんです。もっと極端にいきましょう。プラスとマイナス触ります、ピッ、なんともないんですよ。もっと極端にいきましょう。さっきの生きてる車のバッテリーです。プラスとマイナスを一緒に触るとどうなるか、いきますよ、えい、なんともないんですよね。もちろんここは電気が生きてます。普通にエンジンかかる車なんで、ここの両端をピッと触っても実はなんともないんですよ。これはですね、オームの法則っていう中学校ぐらいかな理科で習ってるはずなんですが、まあ要はゴムとかって電気流れないですよね。人間の体は一応水分がありますけども、この12ボルトっていうぐらいのパワーであれば感電してこうピリピリするようなレベルのパワーをこいつは持ってないわけです。12ボルトだと人間そのものは電気が流れにくいので、いくらプラスとマイナスを触っても実は流れてるんですよ。本当に少しはこう流れてるんですが、感知できるほどの電流を流せないですね。なのでこれは12ボルトなんですけども、24ボルトのトラックなんかであれば実は濡れている時にちょっと触ればちょっとこの辺ビビビビビというぐらいの感電は実は私たちは経験してます。これがもう一つの感電しない理由、まあ、本当はしてるんです。したとしてもこの12ボルトであれば傷がつかないということになるんです。車の整備なんかされてる方、いやいやいや感電しますよという人もいるかと思うんですけど、ここね、これスパークプラグっていうエンジンを点火させるための火を打つ部品なんですけども、ここは一瞬一時的に、あれ忘れした、何ボルトだっけか、何万ボルトに
電圧を増幅させて一瞬パーンとこう電気を流してるんです。ここをまあエンジンかかってる時によく圧縮はそのここのシリンダーが生きてるかどうか確認するに抜いたりとかするんですけど、そういうことしてるとたまにバリッときます。でもバリッとくる程度です。感電しちゃったぐらいで終わりです。そんなね大事になって救急車呼ぶようなことはありません。これが普通の車の感電です。なんでまあ感電基本的には普通に使うユーザーさんや、まあ、ある程度多少この辺ちょっといじくる程度であれば気にしなくていいものであると思います。ただ今ハイブリッドとか、ね、電気自動車なんかありますよね。あの辺はもう配線がねもうオレンジの線でこういかにも危ないよ私っていう配線の色をした配線があります。ああいうのは触れないでください。あれは感電する可能性あります。まあ一般のユーザーの方が DIY で触るような部分ではないので、普通のバッテリーとか、まあ、こういうレベルであれば感電はしなくはないんですが、まあしたとしても感じ取れるようなものではないので安心して使っていただけるということになってました。ぜひ参考程度に頭に入れておいてもらえればいいかと思います。